私もいろんな人たちと話してみたいな。合同練習でもそんなに話せなかった人もいるし。私はもう帰りたい。アリサ、人見知りだもんね。じゃ、私と一緒に声かけに行こうよ。ね。もちろん。かすみとおたえは綺麗な手してますね。え、あなた一体何を。パーティーだパーティー、イエーイ。大丈夫そうだね。それじゃあ行こう。今日のパーティーを楽しまなくっちゃ。えい、お集まりの皆さん、本日はお日柄もよく。そういうのいいから、イベントの内容について話し合うんでしょ。まずイベントの名前なんだけど、ガールズバンドパーティーはどうかな。へえ、パーティーか。いいな。パーティーには社交の集まりといった意味の他に、一行、集団といった意味もあるわ。そういった意味でもパーティーという言葉は最適かもしれないわね。なるほど、ダブルミーニングってやつか。そうなんです、ダブルミーニング。絶対偶然だろ。とにかくみんな意義がないようだったら、この名前にしたいと思います。どうかな。意義なし。やった、決まり。それで肝心の内容はどうするの。どんなパーティーにするのか考えないと。やっぱり世界中を笑顔にするパーティー、これしかないわね。武士道パーティーはどうですか。例えばステージで藁を切ってみたり。ちょっと、これは音楽ライブパーティーでしょ。私は他のバンドとセッションしてみたりしたい。それは賛成よ。ただセッションするからには、私たちのレベルまで演奏技術を引き上げてもらうわよ。だから楽器の上手い下手っていうのは。私もお姉ちゃんと一緒に演奏したいな。遠慮するわ。あなたはもっとパステルパレットの皆さんとの協調性をしっかり持ちなさい。ミュージカル風に仕立てて、次々にいろいろなバンドが演奏していくのはどうだろうか。それはあなたしか楽しくないと思うわよ。あっちゃー、ちょっと予想してたけど、案の定めちゃくちゃだね。ま、こうなりますよね。私はバンドとバンドのつなぎ目にセッションを入れて音楽をつないでいくのがいいと思う。それぞれのバンドの曲を一曲ずつカバーし合うのはどうですか。それもいいけど、私たちやライブハウスのことを知ってもらえるように MC はちゃんと入れた方がいいと思う。音楽は何よりも雄弁よ。 MC は必要ない。私はやらないよ。私たちアイドルバンドに MC は必要不可欠なものだと思っているわ。お客さんを盛り上げるために、トークだって大切なバンドとしてのスキルよ。別に私らはアイドルじゃないし。ランちゃん、ちょっと落ち着いて。この間の打ち上げではあんなに楽しそうだったのに。それだけみんな音楽のことになるとこだわりが強いんだね。喧嘩はダメだよ。カー君、どうしよう。皆さん落ち着いてください。とりあえず MC の有無についてはなくていい。必要だよ。 MC？ おしゃべりのことかしら。私は笑顔になるんならどっちでもいいわよ。それじゃあ各バンドの曲をカバーするっていうのは賛成。おいおい、事態が悪化してんぞ。どうすんだよ。これ以上話してても意味ないね。みんな、行こう。
同感よ。ちょっとラン、ユキナ、私たちもこの後仕事があるからそろそろ失礼するわ。あら、今日の話し合いは終わりかしら。それじゃあ私たちも行きましょう。え、ちょっと行っちゃった。どうしよう、困ったな。え、みんなで喧嘩しちゃったの？ちょっと意見が合わなくって。確かにみんなバンドの方向性が違うもんね。それだけ譲れないものがあるっていうのはいいことだけど、これじゃあガールズバンドパーティーもうまくいかないよ。あー、アリさん、ちょ、落ち着けて。とにかく今はこの状態を解決する方法を考えるしかねえだろ。そうだね、私たちが間を取り持ったところで根本的な解決にはならなそうだし。ねえ君、何かいい方法はないかな。共通点を見つける。私たち5番なのですか？でもそれがないからあんなことになったんじゃ。でも私たちバンドをやるってところでは共通してるよ。目的は違ってもそれは同じ。もしかしたら私たちには他にも共通点があるかもしれない。もっともっとみんなのことを知れたら。理屈はわかるけど、そんなのどうやって探していけばいいんだよ。どうすればいいかな。それはこれから考えていこう的な。って考えてねえのかよ。いいね、アリサ、本調子が出てきたって感じ。アリサはなんだかんだ言って逆境に強いところあるもんね。はあ、別にそういうことじゃねえし。具体的な方法はわからないけど、きっとみんなでまた力を合わせて進められるようになるよ。私たちもサポートするから一緒に頑張ろう。はい。ユキナ、昨日の打ち合わせちょっとやりすぎじゃないの？私たちは私たちなりに信念を持ってやっているのよ。イベントに出るからといってそれを曲げるわけにはいかないもの。まあそうだけど、いきなり出てっちゃったりしてさ、きっとかすみちゃんたちもびっくりするじゃん。イベントに出るんだったらちゃんと話し合いはしないと。もちろんユキナだけが悪いわけじゃないよ。昨日はみんな熱くなってたしね。これからどうやってまたみんなの気持ちを一つにしていけばいいのかな。